はい、パンコイさんです。え、あったかい。あったかいね、寒いからね、夜はね。はい、アンプ、なにこれ。フェンダーバイブロラックス。はい、なんか前も一回紹介してましたね、なんか。あ、確かにね。うん、最近さ、はい、ずっとアンプの修理やってなかったんだけど、うん、久しぶりにちょっと再開しまして、はい、そうしたら来た修理が、うん、どこに持って行っても直んなかったと。はいはいはい。で、最初に大阪のアンプの修理屋持って行って、うん、10万くらい払ったけど直んなくて、うん、次に名古屋のアンプの修理屋持って行ったけど、うん、5万くらい払ったけど直んなかったみたいな。うん、俺も嫌だなと思ったんだよ、うん。そんなさ、うん、10万払って直んなかった。アンプもう絶対もうめんどくさいことになってる決まってんじゃないの。15万ぐらいかかってるアンプ修理、ね、修理治ってない修理に治ってない修理に、うん、はあ、まあちょっと治んないかもしれないですけど、うん、まあ一応やってみますね。はい、そうね、開始した早々そんななんかこう手ごわい相手が来ると思わなかった。手ごわい相手来るんかと思って、うん、で直しました。どういう修理だったの。ねポソポソってノイズが出るのが、うんうん、時間経つとちょっと激しくなってくるみたいな、バサバサ言い出すみたいな。あー、はいはいはい。まあ割とあるタイプの修理なんだけどね。え、でも治んなかったんだ。治んなかったんだって。で、どこに出したんだよっていうね。それはちょっと多分、まあ言えないけどね。ネガティブがあるってなっちゃうから。うん。まあでも大阪の中で調べたら出てくるんじゃないのわかんないけど。で、なんか謎の改造もされてると。はあ。この、なんか謎のマスターボリュームについて、このマスターボリュームを、うん、下げて、うん、え、どっちだっけな。マスターボリュームを下げて、こっちのボリュームを上げると、うん、ちょっとそのノイズなくなるから気にしにくくなるよ、みたいな。それは修理じゃないよね、みたいな。あ、まあ俺からしたら。うんうんうん、みたいなのもつけられていて、うん、ちょっとなんかすごい頑張ってもらったんですけど、うん、どうしても直したいんで、はいはい、感じで持ってこられたんですけど、うん、まあやっぱね、うん、すごいいろいろやってんなって感じで、結構いろんなもの変わってたりとか、いろいろなんかまあ頑張ったなーっていう形跡がすごいあって、うん、頑張って修理はしてるんだけど、うん、まあ見つからなかったんだろうねみたいな。僕は見つけました。どこが悪いかってことをね。はい、結構大変でしたね。もうさすがにね、それっぽいところは全部変えてあったりしてあるのよ。その真空管とか、うん、よくダメになってそうなコンデンサーとか、うんうんうん、この辺は変えてあった、うん、そこって何、東大元暮らしみたいな感じなの。いや、わけでもないな。さすがにね、そこが悪いってね、俺もね全く思わないようなとこだったから。前の修理業者が見つけられなかったのも、うん、なんとなくわかるんだ。まあ、わかる。まあ、わかるね。わかる。まあ、普通じゃないというようなところだったから。あ、まあ、でも、一応ちゃんとそれなりのところに出してるっぽい内容ではあったよ。大まかに言うと基板が悪かった。ああ、はい、はい。基板っていうか、ボードが入ってるんだけど、うん、この辺、フェンダーのアンプって。うん。それがなんか悪かったんだよね。ハンダ付けとかってこと？いや、もうそういう人間じゃなくて、うん、そのボードそのものがなんか悪くなってるみたいな。ああ、でもそのボード、基板自体を変えなきゃいけないんだよ。そう、でもまあうまくそれ変えずに直したんだけど。苦肉策でマスターボリュームつけたのかね。そうでしょう。あ、もうこれしかないかなみたいな。見つかんなかったんだね、結局。いやー、だからさ、やっぱその医療にちょっと近いかもしれないよね。うん、原因わかんないところでいくら払っても結局治らないって。うん、違うところばっかりこねくり回されちゃって、うん、終わるっていう、なんか結構、しかもさ、まあ、うん、ちょっとそこのこと悪く言うつもりないけど、うん、10万払って、ね、治んないけど、ちょっとダメじゃねえって思うけどね。10万の修理なんかうちしないよ。で、それ10万って多分さ、うん、もうさ、こういうのとか全部なんか作り直すレベルだからさ、うん、それ高えと思って、うん、しかも治ったんだったらまだなんかあれだけど、うん、治ってないよ。うちだったら全部変えても10万いかないけどね、その主要なパーツ。これでも、そのお客さんのパサパサを気にすることなく使えるわけだね。これでも大丈夫だと思いますね。うん、もう20時間ぐらい火入れてるから、多分もう、さすがに大丈夫。うん。
あ、その場合ずっとつけっぱなしするんだ。もう、その熱とかで出てきちゃうやつかな。ああ、なるほど。って思ったから。なんかね、一回、ちょっと良くなった時点で、うん、あ、治ったなと思ったら、時間落ちたらまたパサパサとか言って言い出したから、あ、これなんか、熱かと思って。うん。だよね。で、だよね、ってない。いや、言ってないよね。パサパサって言ってない、言ってないです。もう、取り憑かれちゃったから。パサパサ、パサパサ、パサパサ、呪いに。まあ、そんな感じで音でも聞いていい。はい。そうですね、今聞いて。音でも聞いていってよ。刺さってないっす。すごいウェットです。ウェットですね。ウェットなペンダさん。ウェットしてるかな。今すごいウェットしてますよ。ウェットしてる。ウェットしてますよ。70年代のやつですね、うん、なるほど。でちょうどいいよね、この 6L6 2本ぐらいの、うん、そのボソボソノイズ結構ね、うん、あるからね、うん、まあでもあそこがダメになってるっていうのはなかなかないと思うな。よくたどり着いたね、でもそこにね。え、我ながら、まあ、カッカッとしてほしいんだけど、うん、あのそれカットした方がいいの、それ。いや、なんかちょっと悔しがらせたいなと思って。もし見たらそのその人が、うん、絶対見てないと思うけど。いや、見るかもしれないじゃん。確かにすごいね。それわかんないと思うよ、でもね、うん、で、秋間さんは、うん、同じ症状出るよとかって。それ P じゃないですか。それ P じゃないですか。本輪際、はい、もう見積もり台きっちり出てください。それだけ大変なんですって。ああ、まあそうだね、うん、あ、そういう感じね。でも良かったですね、本当に。もういや、良かった。これはもう本当に夢に出るわね。パサ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 、え、また鳴り始めた。夢か。まさか。いや、ご苦労様でした。はい、はい、本当にね、名探偵だね。いやー、もう大変でしたね、うん、真実は基盤の中にある。久しぶりのケンケンのアンプ修理というか、ね、そうっすね。一発目からなあ、やかんやつ、難題が来ましたということで、はい、エンダーパイプロラックスのご紹介でした。パンコイさんでした。